この船の中で一番汚いのはシザーの部屋というよりシザーの周辺ぐらいかしら。ビスケットを食べる前のあの部屋がまともに見えるのは補佐官の二人がしっかりしているからだわ。絶対そうよ、間違いないわ。いらっしゃいませ、審査員殿。こんにちは、ルーダ。すごい量の書類ね。これは艦長が今までサボタージュしていた結果です。私の目をごまかして締め切り期限の長いものを引き出しの中に隠していたんですよ。え、こんなにたくさん。本部から私に覚えのない書類の催促が来たので艦長に取り立たせたところ、これだけの書類の隠匿が発覚しました。なんでシザーはそんなことをしたの。仕事を早く終わらせることでビスケットを早く食べようとしていたようです。実に嘆かわしいことです。それ部外者の私に話して大丈夫。あまり人に話すと軍の質が下がるんじゃないの。審査員殿は艦長の人となりも見に来ていらっしゃるのでしょう。コンテストに必要なことには協力しろと艦長からの命令ですので問題ありません。あんまりいい情報じゃないけどね。いい情報だけを選んで伝えることは情報操作に当たります。事情はなんとなく分かったわ。それでその隠していた書類はそれで全部もう終わったの。はい、夜通しかけて先ほどようやく完了したところです。夜通しって徹夜したの。そうでもしなければ終わりませんでしたので仕方がありません。今艦長は休憩中ですので心置きなくお会いください。私はこの書類を今から本部に届ける手続きを取らなくてはならないので失礼いたします。あ、はい、お疲れ様です。クリップも部屋にいないのかしら。シザー、自業自得とはいえ徹夜で仕事をしたと言っていたものね。きっと疲れているんだわ。あのまま寝続けたら風邪をひかないかしら。ブランケットでもかけてあげておいた方がいいわよね。すいません、ブランケットを貸していただけませんか。ブランケットですか。構いませんけど何に利用されるんです。シザーが寝ているのでかけてあげようと思って。艦長にですか。なんと、すぐに持ってまいりますのでしばらくそこでお待ちください。なんなの。あれ、審査員なのいらっしゃっていたんですか。そんなところに立っていないで部屋の中にお入りください。ええ、シザーが寝ているみたいだから。さすがに艦長も倒れましたか。あ、本当だ、寝ていらっしゃいますね。では私は艦長が目を覚ますまでここで待機することにします。審査員殿はどうされますか。お待ちになるなら来賓室にご案内いたしますが。シザーにブランケットをかけてあげようと思って今持ってきてもらっているところなの。それだけ済んだら今日は帰るわ。艦長にブランケット。人としては最低な艦長にそんな気遣いをする女性が現れようとは。普通のことでしょ。今頼んだ海兵の人にも
ものすごく驚かれたけど。それは驚きますよ。当然です。何せ全く浮いた話のない方ですからね。館長に恋人の一人でもできたら、少しは我らにも優しくなるのではないかと、先日もみんなで話をしていたところなんです。でも死産には恋人がいるんじゃないの？俺の知る限りそういう話は一度も聞いたことがありませんが、もしかして審査員殿は何かご存知なんですか？シザーの恋人は今どうしているのかしら。消えた夢を見たと言っていたから別れたということ。海軍に見つからないように注意していたぐらいだから、みんなには知らせていないだけという可能性もあるわね。それなりの地位もあってかっこいいから、女性が放っておかないんじゃない？あの性格ですから近寄る女性なんて誰もいませんよ。というわけでいかがですか、ガビアルウォッチ館長は。いかがと言われても、人として最低だと言い切るくせに進めるのはどうかと思うわ。強くお勧めしているわけではないですよ。審査員殿が良ければ特に問題のない話ですからね。おや、ブランケットが到着したようですよ。審査員殿、頼まれていたブランケットをお持ちいたしました。ありがとう。ところで、館長のどこが気に入ったんですか？風邪をひいてはいけないと思ったから頼んだだけじゃない。私は当たり前のことをしているだけよ。悪い？別に悪いとは言っていません。俺は部屋の中には入りませんので、どうぞごゆっくり。時計はにもこうやっておとなしく寝ている顔を見ると可愛いわね。シザーの寝顔も案外可愛いわ。寝ている時まであんな顔をされたらたまったものではないけど。私の恋人だった女の、なぜお前にそんなことを言わねばならん。恋人だった？どうでもいい話だ、今のは忘れる。分かったわ、忘れることにする。お前のせいで目が覚めた。ブランケットは邪魔だ、持って行って、今日はそのまま帰る。徹夜だったんじゃないの？もう少し寝ていればいいのに。だからといってこんなところで二度寝をしろという気か。寝るときは自室に戻る。ここで寝ると。仕事を後回しにするから大変な目に遭うんじゃない。今日の顛末はルーラから聞いたけど、自業自得。何この机。よくもこんな上に顔を乗せて寝ようと思ったわね。気づいたら寝ていた。だが問題ない。問題ありまくりよ。あなたはこの船の最高責任者でしょ。
もっとビシッとしなさいよ。あ、ほら、顔にも髪にもビスケットの粉がたくさん。まったく、だらしがないんだから。何よ、また母親みたいだとでも言うつもり？いや、そういうわけではないが、夢中になった時に周りが見えなくなる癖はどうにかした方がいい。え？ごめんなさい。もういい。とにかくお前はもう帰れ。でも、掃除ぐらいいいじゃない。嫌な夢を見た。お前にはここにいてほしい。夢って…やはり起きていらっしゃったんですね。もし寝ていらっしゃってはいけないと思い、ノックもせずに失礼いたしました。先ほどの書類を本部に届ける手続きが終わりましたので、お知らせいたします。俺は…お二人のお邪魔になると思ってルーラーを止めたのですが。お邪魔って何の？シザーと私はそういう関係じゃないと言っているでしょ。俺はとてもお似合いだと思っております。審査員殿と一緒にいる艦長は平常時よりも機嫌がいいので脈ありだと思いますよ。あれ、今日は機嫌が悪いようですね。そんなことはどうでもいいわ。今からこの部屋を掃除しようと思っていたところなんだけど、手伝ってもらってもいいかしら。勝手に決めるな。目が覚めたら目覚めのビスケットの時間だ。そうですね。仕事も一段落したので掃除にはちょうどいい頃合いです。もちろん俺もお手伝いいたします。審査員殿には全面的に協力しろという命令が降りておりますので。誰がそんな命令を出した？先日そうおっしゃったではありませんか。審査員に好印象を与えておけばコンテストで優勝できるかもしれないから協力しろと。私は情報操作をする気はありませんが、掃除をすることには賛成です。ではモップと雑巾を取りに行ってきます。さあ掃除をするから、シザーはそこからどいてちょうだい。あなたがいる場所が一番汚いのよ。私はまだ眠い。ブランケットは使わせてもらおう。嘘おっしゃい。汚い場所で生活するのが好きなの？そんな人が勧めるお菓子なんて食べたくもないわ。私を脅すとはいい度胸だ。ふーん、怒っても審査員である私には危害を加えられないでしょ。すごんだってダメ。全然怖くないわ。かわいげのない女だ。おいカーラ、ビスケットをよこせ。目覚めのビスケットにする。ではお茶を入れてきます。ところで仕事なんてできるわ。さあ机も床もきれいになったし、あとはあなたがいるそこだけなんだけど。私は動きたくない。まだビスケットを食べている最中だからな。お前が帰れば移動してやる。またこぼしているじゃない。あなたの仕事部屋をきれいにしているんだから、少しは手伝ったらどうなの？何よ。いや、見た目はどこも似ていないなと。似ているところを探す方が難しいことだ。誰に似ているところ？
誰でもいいだろう。勇気がないのなら意味ありげなことを言わないで。おい、ルーカ、ホルク、掃除は終わりだ。部屋から出て行け。今日は海賊討伐以外私は仕事をしない。アイサー、ちなみに俺はクリップで、こっちはルーラーです。そんなことは限りなくどうでもいい。失礼いたしました。では我らは部屋の前で待機しておりますので、ご用があればお呼びください。お前も帰る。私はここの掃除を諦めないわよ。他が綺麗になったのに一箇所だけ片付かないなんて気持ち悪いもの。お前はおせっかいな女だ。自分の部屋でもないのによく真剣に他人の部屋を掃除などできるものだね。気になるんだから仕方がないでしょ。綺麗にしている方があなたも気持ちよく仕事ができると思うわよ。私は気にならないと言ったはずだ。仕事がしにくいと感じれば部屋を壊すだけのこと。実際この部屋も過去に何度か壊したことがある。部屋ってここは船の中なのに。まさか船を壊したの？壊したのは部屋だけだ。いっそ船ごとと常々思っているのだが、そんなことをすれば本部から叱責を受けそうだ。怒られるのは当たり前よ。部屋を壊した時点で怒られないのが不思議なぐらいだわ。それはうまく説明してある。憎き海のゴミ、ジェイムズ・フックのせいで破壊されたと。濡れ衣。というわけでお前の掃除は必要ない。今の話を聞いてますます掃除をしたくなったわ。私は絶対にこの部屋をきれいにするまで諦めないから。私はお前のそういうところが気に食わない。理想論にとらわれて人に自分の善を押し付けようとする偽善者。偽善者とは失礼ね。片付けることのどこが悪いの？散らかす方が悪いでしょ。お前がそばにいるとどうも調子が狂う。綺麗になるのなら狂った方がいいわよ。そこまで言うのなら私も片付けをさせてもらう。まあやっと分かってくれ。中になると周りが見えなくなるのもいいが、少しは身の危険を感じたことだ。何？ちょっと、いくら掃除されるのが嫌だったからってこれはないでしょ。他の参加者もいる中、私のところにばかり通っていることは調べがついている。どうして私のところにばかり来るのか、その理由。それはあなたが一番安全だし普通だと思ったから。こんなことをされていても一番安全だと言い切れるのか。審査員として参加者に会いに来ると言っている割にはお菓子を食べることすらしない。部屋が散らかっていれば甲斐しく掃除をし、寝ていればブランケットをかけようとする。相手の男がその気になる可能性は考えたことはないのか。ないのならよっぽど無防備か、それともバカだな。海外しく掃除なんてしてないわ。汚いからきれいにしようと思っただけ。そういう性分なんだから仕方がないの。汚いというが、この部屋の掃除は補佐の二人の仕事のうちだ。ゴミが落ちたとしても翌日までには綺麗になっている。私に二度とここに来るなと言っているの？来たいとでも言いたげだな、水郷。
これ以上何かされたくなければここには二度と来るな。ムカつく。いやよ、私は絶対にまた来るわ。こんな理不尽なことをされて来なくなるようなしおらしい性格じゃないの。勝手にしろ。ええ、勝手にさせてもらうわ。あなたの部屋の掃除も勝手にするし、私にひどいことをしたら存分に叩かせてもらう。こんな風にね。やれやれ、お前は普通の女ではないらしい。呆れることじゃないでしょ。私の方がやれやれと言いたいぐらいよ。絶対にあなたの根性を叩き直してやる。そんなに掃除をされるのが嫌なの？掃除だけが理由ではない。いや、なんでもない。あなたは勇気がないくせに気になることばかり言うのね。本来なら気にされるようなことも言うつもりはないんだがね。だからお前がいると調子が狂うと。